次はかっこよく言いますと総合演習テクニカルトリッキング、今までやった基礎練習をベースに、ぐるぐると地形をいろいろ活かして回ります。ということで柏さんについていってみましょう。滑ります。ということで終わってしまったので、まあ、大体いつも走るルートは同じなんで、走ってみようと思います。あとこういう時はですね、何回も走ってればそこにタイヤ痕がつきますんで、それを元に行けばいいと思います。こっちは使ってないと思いますけど、私が好きなルートなので、組み合わせていきます。おお、まあ、決まったルートがないので、まあ、いろんな方向に振っていくと意外と難しくなります。そうですね、ここは多分走った場所ですね。でここもこっちへ振った方が面白いと思います。でもやっぱり危ねえと調子をこいていると危ないので気をつけましょう。やはりですね、まあ、当たり前といえば当たり前なんですけど、日陰だったところはやっぱりかなり滑りますね。おそらくこのルートでいいと思います。おそらく先日の YOGP というレースでここら辺も使ったのでちょっと荒れているのかなと。で一応ここはやっぱり丸太を越えた方がいいと思います。はい、また楽しそうなことをやっております。おそ乗りですね。